幸男さんの解説、そして、香川寺内両アナウンサーのサイドリポートを交えまして、実況は私、椎野茂でお送りしてまいります。先発ピッチャーが横浜ベイスターズが五十嵐秀樹、そして広島カープは山崎健という両投手で始まっております。選手も出たいでしょうけどね、ちょっと今のメンバーはもう本当に充実してますよね。はい、そのあたりの充実ぶりはもう5月に顕著に現れまして、先かなとは思ってたんですけどね。はい、バッターボックスには2番の正田は2度目になります。5月に1回やはり相手も同じ広島の時に先発しておりますが、今日2度目の先発の登板になりましたピッチャーの五十嵐です。まあ、同じメンバーで同じように野球やっててこれほど変わるかなというね、非常に厳しいものがなんかこの5月ありましたね。はい、ファンの人期待しただけに、はい、なおさらこの5月がちょっと、まあ、一番はもう首脳陣が一番驚いてるじゃないですか。はい、まあ、その意味では勝ちましたので広島が6勝、横浜が4勝で今日の11回戦を迎えております。1回の表のその好調カープの攻撃ですが、簡単に2人を打ち取りましたピッチャーの五十嵐。ちょっとね、5月のそうですね、初めあたりからちょっと無理しましたね。はい、その幸せがちょっと出てきたんですよね。さあ、野村の打球はちょっと詰まりましたが、風は順風です。手いっぱいだ。おお、どうでしょう、追いつけません、ジャンプを追いません。佐伯、野村早くも二塁を蹴って三塁へ向かいます。内外ボールが返ってきただけ、ライトオーバー、三塁打になりました。結果的に三塁打になってしてしまったんですよね。さあ、ツーアウトランナー三塁で4番の江藤を迎えます。江藤はおとといのこの横浜スタジアムに移動してきてのゲームで、この時にツーランホームランを放っておりますが、このところ調子を少し上げてまいりましたこの江藤。1点取るというか、昨日のその勢いがこのゲームまた来るということになるんですね。だからここは五十嵐の頑張りどころですね。はい、ムーミンコースを落としていかります。まあ、そういう意味ではね、五十嵐も基本的には中継ぎで頑張ってきて、今日こういう形でね、チームも連敗、3連敗の中で任されたマウンドですからね。まあ、なかなか辛いもありますけどね。現在3連敗中、この本拠地横浜スタジアムのゲームということで言いますと8連敗中ということになっておりますので、なんとかこの悪い流れを止めたい横浜ベイスターズ。先ほどのお客さんに来ていただいて、その中で続けて負けるっていうのはね、本当にチームのやっぱ士気に影響してきますね。今度は外側へ行きました。2球1、うん、外側だいぶあの江藤がですね、この体が上がってきてるだけに、さあ勝負球は何でくるでしょう。簡単にね、一塁が空いてるっていうことは言えないんですよね、こうなると。7球目、うん、投投しましたが、外れました。と思いますよ。まあ、この前田も足を痛めて、先月は離れていた時期がありますけれども、復帰してきてからも、コンスタントなバッティングで今ご覧いただいたように、3割4分近い打率をマークしております。ツーアウト、一塁三塁になりました。ピンチがちょっと広がってきました、五十嵐。になったらっていう感じがね、つくづく最近しますね。さらにこの前田が戻ってきて厚みが増したというこの広島の打線ではありますが、この広島打線を相手になんとかここは持ち耐えられるか。五十嵐ちょっと空いてる塁が空いてるからって考えられるんですよ。このドペスこれまたね、本当にボールに向かってくる、はい、そしてピッチャーからするとものすごく嫌なタイプだと思うんですよね。ちょうど第1戦目ですかね、この3連戦の20点取られたわけですから、はい、その後遺症もピッチャーの中にあると思うんですよね。ピッチャーゴロ、しっかり打ち取りましたピッチャー五十嵐。ランナー